はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回はロードトゥ UFC アジア試合見どころ選手紹介についてです。まず概要ですが、明日木曜日の15時半から9時2部制、明後日10日金曜日の18時半から9時の2部制で8試合行われます。明日はフェザー級のサスケ選手、バンタム級の風間選手、フェザー級の松島小嫁選手、ワンマッチで内田武選手が行われます。明後日10日はフライ級で堀内優馬選手、ライト級で宇佐美パトリック選手、バンダム級で中村凛也選手、野瀬翔平選手が行われます。今回は我らの UFC レジェンド、地味すぎるインテリスナイパー水垣竹也さんのブログで今回の対戦相手などの記事が書かれていましたので、そちらを紹介していきます。水垣竹也選手は横浜でジムもやっており、ぜひお近くの方はこちら UFC ファイターの教えが超えますので入会ください。ではまずフライ級から紹介していきます。階級ごとに動画を分けていきますのでご了承ください。フライ級は1人だけ出場します。こちらは堀内優馬選手です。堀内優馬選手はもともと足立区出身で、2016年に拠点をアメリカのチーム大山に移し、アメリカのローカル団体で実績を積むという新しいキャリア形成をしています。そしてやはり注目されたのが、昨年の夏に LFA という UFC への登竜門の戦いでタイトル戦を行ったことです。ここにおいてタイトル戦だったのですが、内容的にはほぼ堀内選手が勝っていたようなすごい僅差だったのですが、いわゆるホームタウン実施場ではないですが、アジア人ということでギリギリ負けてしまいました。選手レベル的には UFC に契約できるレベルといっても過言ではありません。スタイル的にはオーソドックスのストライカーでストレートが強い選手です。そしてもちろんアメリカが拠点で戦っていることもあり、トータルファイターであることは間違いありません。そして対戦相手のトップノイ・キラーム選手なんですが、実はこれはライジンで試合をしており、朝倉のカイピョンとも試合をしています。いわゆるタイ人でムエタイベースですので、完全にストライカーの部類でしょう。ストライカーで戦い、寝技は柔術を使うという、少しブラジリアンファイターのようなタイプだと思います。組んでからの肘や膝はもちろん対戦手ですので強いですが、テイクダウンディフェンスというところに弱みがあると思いますので、今回堀内選手とタイガームエタイ選手は長い距離で戦い、もしかしたら堀内選手の方が組んで寝技に持ち込むかもしれません。ある程度距離の長い打撃の展開と組での展開、この2パターンどちらが上回るか、こちらが見どころになるのではないでしょうか。ただフライ級というのは日本人において一番通用できる階級ですので、ぜひ堀内選手には優勝していただいて UFC に契約してほしいと思います。しかしこの決勝戦というのは、決勝まで行けば優勝せずも重心優勝でも契約できる可能性が非常に高いです。この伝説を作ったのが我らのオギチャネルです。オギチャネルはタフシリーズで、今まで優勝者、準優勝者は UFC で契約できたにもかかわらず、あまりにも顔が四角いということで準優勝したにもかかわらず契約できませんでした。今回このようなない限り、堀内優馬選手はおそらく決勝まで行けば契約できると思いますので、ぜひ頑張ってほしいものです。こうなれば平達郎選手、堀内優馬選手、そしてマネルケープなどフライ級にも馴染みの選手が出てくるので、 UFC のファンが増えてくるのではないでしょうか。あとやはりファンとしてお礼を言いたいのはアベマーさんです。 UFC ファイトパスで見ると思っていたのですが、なんとアベマで無料で放送するそうですので、ぜひファイトパスに入っていない方もご覧ください。非常に面白い戦いが見れると思います。アベマに感謝です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければダイエットコンビニご飯もご覧ください。それではさよなら。